どうも皆さんおはこんばんにちは。春菜館長です。よろしくお願いします。ということで、今回も商品紹介やっていきましょう。今回は、もうこんな感じな商品紹介したいと思います。わあ、おっきい。ということで、ジャカちゃんと。はい。えー、ケーブルボックスです。えー、山崎実業さんの、えー、ケーブルボックスを買いました。えー、結構でかいタイプです。はい。えー、だいたいね、40センチぐらいあるかな。横幅が。 あこのボックス、この箱じゃなくて、このケーブルボックスかね、えー。40センチぐらいあるものを、えー、買いました、えー。これ主に何に使うかというとですね、n i n t e n スイッチのちょっの周辺整理をね、するために、えー、買いましたと。今ね、ちょっと結構スイッチの置き場所が若干不安定なんですよね。まあ不安定ってわけじゃないけど、まあそこまで。まあ、ただ、まあ、机の下とかに置いてて配線も結構かなり、なんて言うんだろう。 こうなんか埃が溜まってアーダこコーダみたいな感じになりそうな位置だったのでまあこういうケーブルボックスを買ってどうにかしたいなという思いで買った次第になりますということではいこんな感じで、ね、ケーブルボックスはいというだいたい2000円ぐらいしたかなはいまあ、エレコムさんとかねいろんなメーカーさんのありますけどもまあなんとなくこいつ選びましたもう見た目で選びましたねはいということでいきましょうはいケーブルボックスケーブル周りを隠して見せると え実はこういう、あちなみにね、こういうケーブルボックスを買ったのは本当は初めてです、実は。まあそんなにケーブルマネージメントって自宅でのね、そんなにまあ困らなかったんですよ、言って。まあ結構そんなに見栄えも悪くなくできてるし、まあ実用性とか神味別にいらなくね、みたいな感じで思ってたんですけど、まあ、ちょっと誇りとか気になり始めたなっていうところで、まあこれを買ったっていう次第になります。はい、ということで行きましょう。あ、箱の外観こんな感じ。 裏にこんな説明とかが書いてあったりとか、まあ、こんな感じですね。はい、ということで、開けていきましょう。クソデケや。あ、めっちゃでかいね、これ。え、これパンパン、もしかして。え、パンパン、これ、このまんま、もしかして。ちょっと開けていく。おお。あ、クソデケ、え、でっか。でか, <laughs> でか。え、これマジであるじゃん。えちょっと待ってね。 メジャーがあるからちゃんと分かるわこれ田島のね、はい、ちょっと極小サイズのメジャーですこれ使いやすいん使ってみますうわ本当に40ある本当に40あるやばうわこれ40が意外とでけえなでけえでけでけでけえでか、まあ、とりあえず開けていきましょうはい、えー、なんかビニールみたいなのに覆われていますはいよいしょ うわあ、これ、そこに置くんか。もう、ここにね、一切合成入れようと思ってるんだよ。いろいろ、ネットワークケーブルとか、アランケーブルね。とかね、ちょっと入れようと思ってる。ああ、これ、光沢って結構傷いきそうだな。結構、光沢ってね、あんま好きじゃないんですよね。まあ、でもいいや。はい、指紋は、えー、目立ちません。えー、指紋はつけても目立ちません、はい。という感じで、はい。こんな感じです。 で、これ取ります。はい、取りました。はい。こんな感じです、ね。中身。ここに、例えばケーブルを入れていくと。で、こんな感じになってるんで、ここからも出せるし、えー、サイドからも出せるということですね。サイドからは多分、えー、電源ケーブルとかの引っ張ってくるとは思います。はい。でね、上にもなんか置けそうな雰囲気ですと。で、えー、底面。底面はですね、こんな感じ。えー グリップがついてますと。まあ熱対策とかではそういう系かな。まあよくわかんないけどね。グリップだ,だろうな、ただの本当に。で、ウェブと書いてありますと。というような、こんなクソデカ。<laughs> クソデケーやえ、これでかくないえ、でかいね。実はね、これね、もう一つ意味合いがあって、あの、収納周りで。 えっと、例えば、これ、任天堂 t e n d Switch 用で今使ってるゲームキューブのコントローラーとか、あとね、64のコントローラーとかちょっと置こうと考えてるんですよ。本当は。まあでも、なんかあれだね、微妙な立ち回りそうだね。まあでも、まあ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 、なんとかいけるかなって感じでこんな感じで、まあ、雑多に置ければなと思ってます。ケーブルスタンドと、ケーブルじゃない、その、コントローラーの、 そのラックまあこういう支柱が一つあってそこに何個か,か何個かかけるところがあるようなスタンドみたいなのはちょっとやだなと思ってたりしてまあ一応これを買ったんですけどもなかなかクソでけえなっていう商品を買ってしまいましたやばこれどうしようこれどうしようねまあ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 でも考えればちょっとちょっと考えますまあでもあの多分使うことにはなるとは思うのでまあまあ使っていきましょうかまあ質感としてはそんなに悪くはない 悪くはない。まあ、光沢以外は悪くないね、はい。ケーブルボックスってやっぱこんな感じなんだっていう感じと、あと40センチ買うとマジで,でかいんで、えっと、気をつけてくださいというところです。はい。えー、ここにね、えー、ルーター。ちょっとね、えー、スイッチ用に実はルーターとかも置いてあるんで、まあ、それもね、ちょっとここに、まあ、小型のね、やつですけども。えー 入れていこうかなと思いますはいということで今回は山崎実業さんのケーブルボックスでした、えー、下の概要欄の方にねこいつのリンク貼っておくのでぜひぜひチェックしてみてくださいということで、えー、今回はこの辺で終了いたします春名館長でしたバイバイ